事態として、切り捨て続ける人々を取り込んできた、結果としての何かの膨張は、その視点では味方の洗脳と侵略ではあり、結果で悪意の視点、それはそこにあり、しかし、実際は、相手は切り捨てることで支持を失って自滅していた。それは状況に、バットマンの死、そういう形で現れる、として。これが最後とすると、逆に言うと、これ以上外部からの民の流入はない、わけだ。内需拡大ができるなら問題ないが、バットマンはできなかった。だから、何かの終末へ至ったのだが、自分は、不意に不足感が前にある。現状、統括的に考えて、大賀さん、それが自身の直接の妻、そんな状況があって、そこから何を得れば？面白い漫画はどこですか？自信の不足、それを埋めてくれるような。自分で作れ。それは、そうだけど。